素敵なゲストさん来てくださってますけども、あのエイリーさんのコーチング企画、はい、そのビッグイベントに向けてのトレーニングキャンプということでございまして、うん、お題も用意しております。しお題こちらです。どうぞ。チャンピオンになる。しっかりチャンピオンという文字をもう放送に載せます。はいはいはい、しょまさんいけますよね。簡単ですね。簡単ですね。簡単です。エリーさん、チャレンジにお仕置きはつきものということでございまして、はい、もし失敗しましたら、エリーさんたち全員分のサインをもらって視聴者プレゼントにしたいと思います。いやよかった。なんかあの前みたいにモノマネみたいなさ安心したよ今ちょっと。あ、そっちの方がいいですか。いや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 。はい、ちなみに前回何のモノマネされたんですか。あ、もう掘りますね、モノマネ。前回なんだっけ、萌え萌えキュンっていうのがあるんですけど、その萌え萌えキュンっていうのをやるとかっていうのがあって、きついですね。いや、やばいっしょ、やばいっしょ。じゃあちょっとダメだったら、その全員の萌え萌えキュンもらえます。まあ、あ、全然いいですよ。はい、昭和さん OK だ。昭和さんノリノリだな。渡辺さんどうですか。じゃあまあそれはもうチャンピオンになるんで大丈夫です。大丈夫です。はい、あとどうですか。僕が深く掘ったんで責任取って。はい、エリーさん大丈夫ですね。もうやりましょう。じゃあ分かりました。じゃあ3人でモヤモヤ剣でございます。それでは始めていきましょう。じゃあ リーダーさっき言われてたリーダー誰にしますか。タイラさん行ってみます。タイラさん。僕はもう先に死ぬんで、先に死ぬんでやばいっす。やっぱエリーさんがいいんではないでしょうか。俺行きますか。はい、じゃあ分かりました。ちょっとやってみましょう。ワンパ来てますね。ワンパっすね。OK です。はい、ます。ちょっと小丸さん、はい、新マップのちょっと特徴というか、こういう攻め方がいいんじゃないかみたいなのありますか。はい、そうですね、まあ、まあ特徴から言いますと、うん、漁夫がやばいっす。あ、なるほど。はい、あと真ん中ら辺にプロムナードってとこなんですけども、はい、そこはマジで近づかない方がいいです、うん、おお、というのはどういうことですか。あそこ地獄です。敵が多いんですか。はい、どうしましょうか。これこういますね。まだここいますね。どうしましょうか。これこれ回りますか。じゃこっち行きますか。どうです。待ちますか。ケース、来そうであれば。あ、来てますね、来てますね。さあ来てる、来てる。さあ、配弾始まった。さあ、この位置取りはどうなんでしょうか。回ると判断しましたけども、一回止まりました。そしてウルト焚きます。ナイス。まあ、なんだっけ、マルキリーが結構、バルキリーが結構ちょっと下がりますね。来てるか。あ、こっち裏回ってます。見えない。うわお。あ、どうか。やばい。これやばい。結構長い間。あ、これやばいね。じゃあバッティ入れます。やばい。あ、これ死んだな。さあ、じゃあ渡辺選手がかなり削られちゃいました。これまずいな。巻きます。やばい、まずい、まずい。エリさんもやばい。エリさんもやばい。やばー。今この岩にしておりますね。格差ついてしてる。今バルキリーか。誰だ。あー、ホライゾンの上。ちょっと萌え萌えキュンが嫌なので逃げます。これあと4部隊しかいないです。タレさん回復持ってますか。これでラッカー。 ありがとうございます。あ、いいですか。はい、どうぞどうぞ。リーダーを起こします。あ、ありがとうございます。あるんじゃないですか。3チーム倒せばもうチャンピオンですよ。エリさん復活。さあ、着きました。さあ、ちょっと漁りますか。ありがとうございます。なかなか4部隊から減らないですね。うん、ん、なんかショート引くか。言うな。まずい、まずい、まずい。やばい、やばい、やばい。すいません。やばい。ちょっと、これ一回です。やばい、やばい、やばいわ、これやばいわ。二人。やばい、あいつ赤です。持ってたらみたいな。
ロマンありますよね。うん、使いたくなっちゃう。これやり合ってますか？やり合ってるっすね。よしよし、いいぞ。さあやり合ってるのを見つめております。どこだ？戦ってる音が聞こえなかった。ついたり消えたりするんだよね。あ、何ですか？シーラに。やばい、上もいますねこれ。あ、ね、回復もちょっと厳しいんで。どうしますか？赤だな。あ、もうなくなる。あ、これ使わない方がいいな。またさあ相手、ここはもうファイトです。もう残ったのはチームだけ。厳しい。ここを倒せばチャンピオンです。どこから出てるんですか？どこだ？さあ、どうしよう。計算しました。さあ渡辺選手一人です。うわあ、いいですよ。あいやあ、ゲームオーバーですというわけで第1回目は第2位でございました。そうですね、まあ、全体的にやっぱ消極的でしたね。基本的になんか押されて下がってやられてしまうみたいなパターンばかりでしたね。最初に、はい、あの直の方に引いてたじゃないですか、はい、引くって話しました、ね、あそこはあれ OK なんですか？あ、引くのはいいですね。あそこまで、はい、うんうんうん、ただ振りポジにいる時間が長いほど、うん、敵にチャンスを作る時間与えてしまうんで、うん、まあ、早めに引いた方が良かったですね、うん、もっと早く、はい、あ、ここですね。はい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 、はい。まあ、ここの時点でまあどうやって攻めようかって考えた時にですね、うんうん、まあ、まず自分たちは構成もいますね、うんうん、構成、構成、まあ、シア・ランパーとパスファインダーなんで、はいはい、上に対して強く出れるかどうかですね、この時点で。なるほどなるほど。なのでキャラ的にはまあほぼ不可能、うんうんうん、高い位置に強く出れるキャラっていうのがホライゾンですね。ホライゾンがいない時点でもう引いた方がいいですね。なるほどなるほど、はい、ここですね。例えばここでダメージめっちゃ食らったらもう相手って降りてくるだけなんですよね、うん、詰めてくるってことですね、はい、でこちらってダメージを与えても、うん、登る動作しなきゃいけないんですよ。登るってめっちゃ辛いんですよね。はい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 。なので基本的にはやっぱ不利なんでもう引くべきですね。あ、はい、で引いて、まあ、割と自分たちと同じ土俵に持ち込むみたいな感じがいいですね、うん、そうですね。分かんなかったですね僕は何していいか。ちょっとやっぱダメージ食らいすぎてで1人下がって3人で押されるとちょっとみんなも引こうかなって僕思っちゃったんで、うん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 、ちょっと押すのか引くのかを3人で合わせた方が良かったかなと思ったんですけど、うん、なるほどなるほど。これどうすね、これな、これ、はいはいはい、基本的にはやっぱり壊されない位置投げるのがいいんで、うん、まあ、今だったらここっすね。そうですね、はい、ここまで出せば壊されなかったっすね。なるほどなるほど、はい、完全に怒られてる生徒みたいなコミュニケーションの部分だったりっていうところをうまく取っていただいて、あの多分わーってファイトしてる時こそなんか指示を出し合ったりするのがいいってことですね。そうですね、まあ、基本的にやっぱ何をするか何をしてほしいかっていうところも言った方がいいですね、うんうん、なるほど、はい。